よし。どうも、なべです。今日は5月20日。明日5月21、22日は、まあ皆さん知っての通り。まあ知ってる方多いでしょうね。あのね、ラブライブのスクフェスアプリあるじゃないですか。あれの感謝祭2016っていうのが明日から始まるんですけど、去年から始まったんですね、確か2015。確か去年は6月6日7日って確か土日覚えてるんですよ。去年は行ったといえば行ったって感じなんですけど、まあ行ったって言ってるのかな、はい。今年はね、明日行こうと思うので、早めに早く起きていこうかなと思います。多分すごい人並んでると思うんで、あの、私がファイナル終わってからの、まあ、そういうラブライブのこういう大きいイベントっていうのが、初めてなのかな、というのも、まあ、ニコ生とかでもサンシャインとかのやつはあるんですけど、こういう大きなイベントは初なのかな、ファイナル終わってから、はい、初だと思うので、まあね、ファイナル終わってもこういうイベントをね、また来年も再来年もやっていってほしいなと思います。去年から始まったんで、はい、まあ行く人多いと思うんですけど、あの、確かに入場は無料だったはずです。で、なんかステージでイベントみたいのもあるんですよね、そういうなんか、そう、イベントとかって。で、今回はミューズの声優とかじゃないんですよね。来るのは今度新しいのサンシャインの方の声優さんたちがなんかトークとかへ行って、で、なんかユニットごとのトークとかあるらしいんですけど、そういうの確かもう、あの、ステージ室の付きの応募券じゃないや、券か、っていうのはもう応募は終わってるんですけど、まあでもそれなくても入場はできます。見れないのかな、多分見れないと思うんですけど、入場は無料なので、どなたでも入る中に入れますね。まあ、グッズとかもいっぱい売ってますし、通販でもね、グッズの方を販売してるので、もし行けないっていう方はグッズね、通販で買ってね、欲しいものがあったら買ってっていう。で、欲しいんで、まあ、行かれる方は現地で買うんですけど、多分結構人混むので、もしね、お目当てのものが欲しいなら、早めに行って、早めに並ぶのが一番いいのかなとは思いますね。開くのが何時だ、9時とか10時ぐらいなのかな。それでね、並んで買って、多分なんか展示とかいっぱいあると思うんでね、なんか衣装とかの展示もあったような気がしたんで、そういうのを見て楽しめるイベントになっておりますね。去年もそんな感じだったんでね、なんかカードのでっかいのが結構いっぱいあったんで、はい、楽しみにしております。ってことで、明日僕は行くので、参加される方はよろしくお願いします。ちょっと早めに寝てね、もう起きられないんで、本当に夜遅くなるとやばいんで、本当にちょっともうそろそろ寝て明日に備えたいと思います。楽しみですね。はい、本日も見ていただいてありがとうございました。じゃあ寝るぞ。もしよろしかったら、評価やコメント、チャンネル登録など、よろしくお願いいたします。それでは